はい、グッドフォースリー今井です。今日はデザイナーさんのインタビューということで、マヌーの伊藤拓也さんにお話を聞いていきたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にこのマヌーっていうちょっとね珍しい名前のブランド名なんですけど、このブランド名の由来を教えてもらっていいですか？これフランスの映画の主人公の名前、フランスの男の子の名前です。でブランドを始める時に、考えてたのが、まず家族の名前が M から始まるので、M から始まるブランドにしようと思ったことと、それとアフリカを横断をする、水牛 の、 群れがあるんですけど、そ の、 水牛がヌーっていうのが動物がいて、そのスペルが GNU っていうのが分かったので、なんかそれを入れ込みたい。で G を読まないっていうのがなんかそのフランスの表現だと思うんですけど、とても面白くて、その3つの理由っていうか、それを掛け合わせて、造語にしました。今回僕のセレクトショップ、EC のセレクトショップの Good for 3の、はい、記念すべき、はい、第1回目のブランドなんですけど、はい、光栄です。ありがとうございます今までの、オンライン以外で実際マヌーの商品が見れるのってどういったところになるんでしょうか？今までずっとローライフさんっていうセレクトショップで扱っていただいているので、そこのショップでご覧になった方も多いと思うんですけど、あとは地方のセレクトショップさんでもう、今は少し扱ってもらってまして、実際のものを見るとなると そちらでご覧になれると思います。でそれはホームページで、うちの商品を扱っていただいているお店は紹介されていますので、そちらをご覧になって実際見ていただければなと思います。あとは渋谷に、アトリエ兼ショールームみたいな、ショールームがありますので、そこで、来ていただいて現物を見ることもできるし、多少在庫があるので、それをお買い求め、になることも可能です。ここはあれですよね、その今言われてたアトリエ兼ショールームに今日はお邪魔してるんですけど、ここに実際にお客様が来ることがあるってことですか？そうですね、ちょっと最初は敷居が高いかもしれないんですけど実際のものを見たいというのと、たまにセミオーダーみたいに、自分が好きな色で作りたいとか、裏にポケットを増やしてほしいとかっていうご要望がありますので、そういうオーダーをたまに受けることもここではやっております。そのオーダーを受けるきっかけになった最初のお客様ってどんな方なんですか？最初はここにお客様が来るなんて思ってもいなかったんですけど、これは若い男の人だったんですが、何か のテレビで漫画家の井上先生の紹介のテレビ番組がどうもあったみたいで、そこで、たまたま井上先生がうちのトートバッグをお使いになられていて、でほんの5秒も映ってないんだと思うんですけど、アトリエに、井上先生のアトリエに入られるシーンの時にそのバッグを持って いられたみたいで、それを見てハンドルがつながっているトートっていう検索をしてうちを見つけてくれて、でそれで訪ねてきてくれたっていうところが一番最初になりますかね。すごいですね。それほんの一瞬、それあれですよね、スラムダンクの井上、そう、ね、井上先生だと思います。はい、すごい。それをほんのちょっと映ったのを見て問い合わせてきて、そう、その井上先生がお使いになってるってことも非常に驚いて嬉しかったんですけど、この頃携帯で動画を見れるから、僕にもその
動画を、止めて、あの これはお宅のカバンですよねって見せてくれたんですが、あのなんかそのシーンが彼にとってはすごく、気になってるシーンで、それでしかも名前も分からずに、ハンドルがつながっているとうとうって引いていくつか出てきた中で、これ伊藤さん ここのカバンですよねって言ってきたっていうのが、まあ、僕自身も驚いたしとても嬉しい話でした。ここは普通のマンションの一室ですから、お店だったら話も電話かけてきてここに来るのは相当の情熱があったんだろうなと思うんですが、その方はなんと宇宙工学の方の仕事をされている、エンジニアだったんですけど、まあそれで物の作りの話だとか革の話だとかをしてるうちに、とても気に入ってくださってて、その当時ちょっと手に入りづらい革があったもんですから、その当時はそれが作れてなかった商品だったので、まあ、セミオーダーっていう形でオーダーをいただいて、革が手に入ったら作って連絡しますっていうことで、まあ、初めてのセミオーダーを受けたっていうことになります。貴重な話ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後に一つ商品をぜひ伊藤さんから紹介していただきたいんですけど、マヌーが始まる時に一番最初に作った商品になります。名前は時をとうとうっていう名前になります。まあ、東京で一番使いやすい、とうとうにしようと思ってそんな名前にしました。これはフランスのアノネイシャっていう革をメインに使ってるんですが、その革を探し当てた時も美しい革でびっくりしたんですが、正直言って値段にもびっくりした革で、こんなに素晴らしい革を使って商品を作るっていうことは想定していなかったんですが、かなり頑張って作った商品になります。でこれは今でももう定番としてずっと作り続けている、商品になります。いや、時をとうとうはもう多分マヌーを象徴するカバンだと思うんですけど、まあ僕もね実際使ってて、なんかあれですよね、愛着が湧くデザインというか。そうですね、まず一番の特徴は、まあ、そのハンドルが立ち上がってつながってるっていうところなんですけど、ものすごくいい革だったので革をたっぷり使いたかったっていうのと、それと表側に一個もポケットをつけなかったっていうことと、それとまあ少し座りが良いっていうか、いうものに、したかった。それと、まあこれは工場でミシンで縫ってもらってるんですけど、この真ん中のハンドステッチだけは手で、ハンドステッチをしています。なんかその職人さんが手を使って縫ってるんだっていうことを少しでも表現したくて、まあそれをちょっとマヌーのシグネチャーっていうことにしています。ちなみにこの底のデザインが結構特徴的だと思うんですけど、このデザインは何ですか、何かモチーフ的なのあるんですか。はいはい、これはこの前に、キャビントートってヌメのシリーズがあるんですが、そのキャビンっていうのは船室っていう意味です。で、船の中で使うマグカップが倒れないように裾がこう広がっているマグカップがあるんですけど、そこからちょっと着想を得て、こう倒れづらい、まあ船の中で倒れづらい、形になってたんですけど、そのディティールをちょっとカバンに取り入れて、こう置いてもこう座りがいいようなディティールにしました。でそのキャビントートのディティールを
ここに移植して、柔らかいトートなんだけれども、床に置きやすいような感じのモデルに、設計していきました。なんか雰囲気は柔らかいのに、なんか安定感があるのはもしかしたらそのデザインのおかげも。そうですね、多分それは見た目にはあまりわからないんだけれども、なんかこうデザインをする中の構成上そういう風な感じになっていったのかもしれないですね。たたずまいが独特なものがあります。そうですね、一番やっぱしこのブランドを始めるときに思ってたのが、たたずまいのいいカバンにしたいなと思ってて、まあこのカバンを置いてたら誰のカバンなんだろうっていうふうに思われるように、その、まあ、カバンもそうなんですけど、どの人がこのカバンの持ち主なんだろうっていうふうに気になってもらうようなことを想定して作っています。ありがとうございます。今日はマヌーの伊藤拓也さんに話を伺ったんですけど、ぜひ次回も引き続きお話を伺いたいんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。